くんですバースデーに行ってきました。イエーイ今回はバースデーに秋服を購入しに行ってきました。はい、今日はねその最速レビューをしていきたいと思います。今回バースデーで購入してきたのは5点あります。それを今から紹介していきます。このチャンネルではニコちゃんとのドタバタな一日や今日みたいな購入品紹介などもしていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。実は最近バースデーにオンラインショップっていうのができたみたいで、私たちは今までバースデーまで約1時間かけてね行ってたんですけど、結構遠かったね。遠かったよね、うん、これからはもっと身近にバースデーの購入品紹介ができるようになるなと思ってちょっと嬉しく思ってます。知りまくりそうやね。気をつけなきゃいけんねそうやね。見るのそこでYouTube 鑑賞5点買ってきました。服の紹介をした後にコーディネートしていこうと思います。はい、まず1点目こちら、ふたふたのこれお座りクッションです。お座りクッションです。お座りクッションって言うんか分からんけどね、インスタで見つけたんですけど、このくまさんのことをふたくまっていうらしい、うん、くまちゃん今ね流行ってるじゃん。そうなんだよ。そうこのくまちゃんのねクッションすごい可愛いのでおすすめです。このくまのシリーズの布団とかいろいろあったのでぜひチェックしてみてください。ご飯を食べる時の椅子の上に装着していこうかなと思ってます。次、じゃあ服の紹介に行きます。じゃん、ブラッククローゼットのベスト付きロンティです。かわいいねこれ。かわいいよね。後ろにもワンポイントでタグがついてます。ほんまじゃね、これかわいいね。そう、値段は税込みで1529円です。これねかわいいよ。ケーブルニットで今流行りのくすみのキャメルカラーです。うん、実はねこれ全部くっついてて、ただロンティーを着せるよりもベストがこうくっついてる方がすごいおしゃれに見えるし、時間がない時とかにねこうやって1枚でサッて着せておしゃれができるんですごいおすすめです。このブランドは大人めなスタイルの服が売ってますね。ニコちゃんが今日着てるプリーツパンツもそこのブランドです。はい、次、はい、じゃあ次はこちらです。じゃん、マニーナのブロードボタンブラウス。こちらは税込みで1529円です。ここがねすごい袖がポワンってなってて光沢感がある生地なんですけど、こう少しよそ行きだったり結婚式とかにも使えそうなアイテムですね。かわいいね。かわいいシルエットがね着た時に結構可愛くなるんで、これは後で着ていこうと思います。最近こういう袖のね大人の人が着てるの多いよね。ハーフスリーブがね結構流行ってるみたいで、子供でも大人っぽさが出る服がすごいありました。次、ミッキーたんだね。じゃーん、ミッキーですかわいいよね。ブランドはふたふたとディズニーのコラボで値段は1969円です。ちょっと値段がするかね、はい、けどねゆりな即決でもうカゴに入れとったねバースデーにしては結構高いかなと思うんだけど、めちゃめちゃ可愛くて、さっきねオンラインショップ見てみたらこのサイズはもうちょっと完売してたんですけど、他のサイズはまだあったし、お店に行ってもらったらまだねこの90のサイズもあるかもしれないです。基本的にニコちゃんは80と90両方購入してます。でこのディズニーのシリーズ他にもあって、新生児用の赤ちゃんのお洋服だったりとか、ニコちゃんよりもうちょっと大きい子のねお洋服もあったんで、兄弟姉妹でも着れるシリーズかなと思ったんで概要欄に貼ってますんでチェックしてみてください。かわいいね。こういうちょっとしたタグとか「蓋」って書いてある蓋って書いてある。しかもこのミッキーの刺繍結構贅沢なんよ。相良刺繍って言うんだけど、ミッキーのとこだけちょっと贅沢な刺繍になってるけど、これはこの値段するよ。はい、次、最後、みんなんじゃないよミッキーだよ兄たん、これみんなんじゃないよはい、次は最後です。パジャマです。じゃーん、かわいい。これさっきのクマさんシリーズじゃない、もしかして。多分ふたくま、ブランドはふたふたでいっぱいクマさん書いてあるんだけど、さっきのふたくまは顔だけだったんだけど、これはね全身入ってるっけ。今回私たちは上下つながってるつなぎタイプのパジャマにしたんですけど、理由があって上下分かれてるやつはもう80のサイズが売り切れていてちょっとゲットできなかったので今回はつなぎにしました。もしお近くのバースデーに行ったらまだ在庫あるところもあるかもしれないです。これをニコが着とると可愛いっていう想像がかなりついたんで、1529円です。ああ、上下でねこれは安いね。じゃあ早速ねニコちゃんに着てもらおうか。はい、ゆりなです。今回はバースデーの秋冬のお洋服をチェックしに行ってきました。すごく可愛いものがたくさんあって、どれにしようか迷ったんですけど、ニコちゃんに合うなと思ったものを私たちが購入してきたので、早速今から紹介していきたいと思います。それではどうぞ。こちらは上下ブラッククローゼットのお洋服でスタイリングを組んでみました。下のパンツはあえて異素材のサテン生地のプリーツパンツで合わせてます。私のお気に入りポイントはこのスリットが入ってるところですね。あ、そうそう、こちらは私が新しく始めたミシェニコベビーというブランドのマクラメピンです。はい、お次はマニーナというブランドです。私はここのブランドが結構好きで何着か持っています。この襟なしのブラウスっていうところがまた可愛いですね。脱ぎ着しやすいように後ろがゴムになってるのもポイントです。あ、かわいいニコちゃん、アンパンマンラムネを食べておりますね。全体的に淡いブルーのカラーがくすみカラーで、今年はとっても人気なんじゃないかなって思います。こちらは先ほど紹介したミシェニコベビーのマクラメピンです。色は7色あって、今回コーディネートに合わせて色をチョイスしております。あ、ニコちゃん、パフスリーブの中に手が入っちゃってますね。こういうこともありますね。はい、バトンタッチしました。たっくんです。こちらはふたふたとディズニーのコラボレーションのお洋服になります。今回のコーディネートはボーイッシュに仕上げてます。白いパンツが可愛いですね。さっき言い忘れたんですけども、このニットは家で洗えるのですごい助かりますね。個人的にはこのレトロなアメリカンなミッキーの顔が好きです。少し緩めのニットなので袖でたまる感じも可愛いです。早くニコちゃんをディズニーランドに連れてってあげたいなといつも夫婦で話しています。最後にパジャマとクッションの紹介をしていきます。ふたふたから出てるふたくまシリーズ、めちゃめちゃ可愛いです。このクッションはご飯を食べる時の高さ出しにちょうどいいです。パジャマの肩にはフリルがついていて、すごく女の子っぽくて可愛いデザインですね。最近ニコちゃん本当にいろんな表情します。ついついこっちまで笑顔になります。これからもこんな感じでコーディネート紹介していけたらと思っています。はいはい、いかがでしたか？ニコちゃん可愛かったね。ミニオンミニオンにね、夢中なニコちゃんのねおかしな日常も今まで動画も撮ってますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、この動画がいいねって思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ニコちゃんどこ行くの？さよならは？この動画がいいねって思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。イエーイ、できた。タッチイエーイ。